エカチェリーナ2世は、ロシア帝国で建造された全土旧戦艦である。艦名は、ロシア皇帝エカチェリーナ2世を称えたもの。ロシア帝国海軍では、装甲艦に類別され、1892年2月1日付で、艦隊装甲艦に類別を変更された。19世紀末の国会艦隊復興期にその、中核を担った。 エカチェリーナ2世急走交換の一番艦で最初の国会艦隊向け走交換。ロシアの代表的な路方島艦として知られる。1883年6月14日、ニコラー F 海軍交渉に適行した。同年10月3日には、エカチェリーナ2世と命名された。新規軸を多く盛り込んだ艦であったため、その建造は困難を伴った。それでも、 1884年中盤には、船体はほぼ完成し、動力関連や武装、防御装備などの偽装段階に入った。1886年5月8日には浸水した。船体自体は、計画よりも60トン軽く出来上がったが、各種装備を取り付けた結果、大幅な重量超過となった。1887年末には、 艦は栄光されて、セバストーポリへ移動。そこで、完成工事と武装の取り付けが実施された。この段階になってもまだ半年の年月を要し、1889年5月になって、ようやく海上公務に入った。5月23日の試験で艦のエンジンは9101、馬力を発揮し、速力は最大で 15.2km。 平均で 14.3KN を記録した。動力試験と並行して武装の試験も実施されたが、そこでは手法の欠陥が次々と明らかになった。手法の1877年式30口径 305mm 砲自体は、従来より使用されてきた漢方であったが、エカチェリーナ2世では特殊な方法で搭載されており、露法等であったが、 防御力を高めるため通常は走行区画内に格納しておき、射撃時だけ砲を射兵装甲板の前に引き出してくる方式をとっていた。したがって使用しないときは外からは手法が見えないような構造になっていた。しかし砲が30口径の単身砲であったため前へ引き出してもせいぜい1.2メートルほどしか砲身が出てこない状態であった。 これが原因となって、試験射撃の最初の一発で、上層甲板の肘材にひび割れを生ずるという、欠陥を露呈した。さらに、もう一つの構造的な欠陥も明らかになった。手法の射撃時、原則の 47mm 速射砲が鎧を開けることができず、使用不可能になるというものであった。したがって、戦闘時には、水雷艇防御が機能しなくなるという、 重大な欠陥をエカチェリーナ2世は抱えていると言えた。結局これらの欠陥は本質的に改善することができず、その生涯を通じてエカチェリーナ2世では射撃の度に監視にせよ、管理にせよ、上層甲板や上部構造物にいろいろな損傷が生じるということになった。射撃には大きな制限が加えられ、その戦闘能力は限定的なものとならざるを得なかった。 1890年まで、エカチェリーナ2世は2年間現役活動を経験したが、奇妙なことにその間ずっと間には探偵類が搭載されておらず、電製艦や船室の換気システムも整備されていなかった。翌年にはマストが回収されたが、その結果手法の射角は制限されることになった。 国会艦隊司令官 NV コプイートフ、海軍中将の強い要望に従い、海軍技術委員会は1897年に、装甲艦のキセルボイラーを、より近代的なベルビル式水艦ボイラーへ換装する、決定を下した。同年9月6日には、エカチェリーナ2世のために、ニコラー F の式業へ、新しいボイラーが発注され、1898年に、 ラーザレフ海軍交渉で、乾燥工事が施行された。その他、排水システムの主要管や蒸気ベンチレーター、排水蒸気機関は電化され、そのために木のダイナモが追加された。コプイートフ司令官は、これ以外にも多くの要求を出していた。まず、手法の 305mm 法より、長方針のものに乾燥すること、旧機の加盟式45合計152、 ミリメートル砲を搭載すること、原則スポンソンを廃止し、バーベット甲板に6機、マスト状に4機の43合計47ミリメートル炭素砲を増設することである。こうした要求は、国会艦隊では、早くから出されていたが、海軍予算や設備が、太平洋方面の戦力強化のために全て、注ぎ込まれた結果、 これらの要求は結局どれ一つとして実現しなかった。エカチェリーナ2世の改修工事は1902年6月に完了し、10月26日に構想試験が実施された。試験において、エカチェリーナ2世は 15KN の最大速度を記録、エンジンは9978.2馬力を発揮した。20世紀になった頃には、エカチェリーナ2世は、 チェスマと並んで国会艦隊で最も社会主義思想に傾倒した艦の一つになっていた。1905年にオデッサにてポチョム・キンタブリー・チェスキー・港の反乱事件が発生した際、エカチェリーナ2世には反乱鎮圧のため出撃命令が下されたが、上院は動力機関を破壊した上で機関故障、石炭不足のため出撃不能と報告した。 最も社会主義化されていた、総甲艦エカチェリーナ2世がサボタージュにより、出航不能となったことは、国会艦隊全体の社会民主主義的暴発の危険の象徴であった。当時の国会艦隊では、どの艦でもかなりの程度で革命思想が充満しており、指揮官たちは、その暴発の危険を常に、意識せざるを得なかったのである。日露戦争が終結すると、 メカチェリーナ2世は完全に旧式化したので予備役に入れられた。その後、1906年10月31日付の海軍大臣指令で他の6隻の旧式艦と共に退役した。1907年3月18日付で武装解除され港に係留された。1908年には来撃標的艦に変更された。 1912年4月9日付の海軍大臣指令により第3号除籍船と解消された。その後の使用については全く明らかでない。1914年には売却されたものとみられ、セバストーポリから栄光されて、ニコラー F にて解体されたと。こうして国会艦大発の総甲艦であったエカチェリーナ2世は、 一度も実践を経験することなく生涯を閉じた。ありがとうございます。